エライザ・アール・スノーは自身も出席したカートランド神殿の奉献式についてこう語っています。あの奉献式については語ることができるかもしれませんが、人間の言葉ではあの忘れられない日に起きた天の現れを描写することはできません。ある人々に天使たちが現れ、出席していた全ての人が神の臨在を実感し、それぞれの心が言いようのない栄光に満ちた喜びで満たされました。カートランド神殿でもたらされた天の現れは、回復されたイエス・キリストの教会が存在する目的の土台となりました。すなわち天の御父の子供たちに救いと生涯をもたらすことです。私たちが神にお会いする用意をするとき、カートランド神殿で回復された神聖な鍵について振り返ることで、自分が神からどのような責任を委ねられているかを知ることができます。預言者ジョセフ・スミスは奉献の祈りの中でへりくだり、主にこう嘆願しています。あなたが私たちに建てるようにお命じになったこの宮を受け入れてくださいますように。その1週間後の復活祭の日曜日、主は壮大な次元の中に現れ、神殿を受け入れてくださいました。これは1836年4月3日の出来事であり、今日の復活祭の日曜日からほぼ182年前にあたります。その日は同時に杉越の時期でもありました。復活祭と杉越が重なるという実に珍しい時だったのです。次元が閉じると古代の3人の預言者、すなわちモーセ、エライアス、エリアが現れ、鍵を託しました。これらの鍵はこの神権時代に回復された主の教会の目的を成就する上で不可欠のものでした。その目的については簡潔ながらも雄弁に、イスラエルを集合させ家族として結び固め、世の人々を主の再臨に備えさせることであると断言されています。エリアとモーセの双方が現れたのは、時の終わりにモーセとエリアが共に訪れるというユダヤ教の教えに類似しています。私たちの教義では、この現れによって時満ちる神権時代である終わりの時のために最後に与えられることになっていた鍵が回復され、それによって基盤となる回復が成し遂げられたのです。カートランド神殿は場所の面でも規模の面でもどちらかといえば人目を引くほどのものではありませんでした。しかし人類にとって実に大きな意味があったことを考えると、この神殿は永遠にわたる影響力をもたらすものでした。古代の預言者たちはイエス・キリストの福音の永遠にわたる救いの儀式を可能なものとするために神権の鍵を回復しました。これによって忠実な会員たちに大いなる喜びがもたらされたのです。これらの鍵によって神から託された責任を果たすために、高いところから力が授けられ、当時も今もそれが教会の第一の目的となっています。あの素晴らしい復活祭の日、カートランド神殿において3つの鍵が回復されました。第一にモーセが現れ、地の四方からのイスラエルの集合の鍵を託しました。これは伝道活動を指します。第二にエライアスが現れ、アブラハムの福音の時代の鍵を託しました。これにはアブラハムの契約の回復も含まれています。ラッセル・M・ネルソン大官庁は、契約の鍵の目的は会員を神の王国に備えさせることにあると教え、こう述べました。私たちは自分が何者であり、神から何を期待されているかを知っています。第三にエリアが現れ、この神権時代における結び固めの力の鍵を授けました。これは家族歴史活動、また聖者と死者の救いをもたらす神殿の儀式のことです。大官庁会と十二使徒定員会の指示のもと、教会本部には3つの管理評議会が存在し、カートランド神殿で回復された鍵に基づいて神から託された3つの分野の責任を監督しています。この3つは宣教師管理評議会、神権家族管理評議会、そして神殿家族歴史管理評議会です。私たちの現状、神から託された責任を果たす。第一にモーセの託したイスラエルの集合の鍵の回復について申し上げれば、現在およそ7万人の宣教師が世界中に出ていき、先民を集めるために主の福音を述べ伝えています。これはニーファイが異邦人の中にもイスラエルの家にも予見した大いなる驚くべき技の成就の始まりです。ニーファイは私たちの時代を先見し、
神の生徒たちは地の全面に広がるが、その数は悪事のために少ないと言っています。しかしその生徒たちが義と神の力と思って大いなる栄光のうちに武装している様子を目にしています。回復された教会の短い歴史を振り返ると、宣教師の働きは最も目を見張るものだったことが分かります。私たちはニーファイの次元が成就する様を目の当たりにしています。人数は比較的少ないかもしれませんが、私たちはこれからも努力を続け、救い主のメッセージに応える人々を探し続けるのです。第二にエライアスが現れ、アブラハムの福音の真剣時代を委ね、私たちと子孫によって後の時代のすべてのものが祝福を受けるであろう、祝福を受けるであろうと宣言しました。この大会においても生徒を整えて神の王国に備えさせるという技を推し進めるために重要な導きが与えられました。長老と大祭司の定員会に関する真剣部会での発表は、真剣の真の力と権能を解き放つことでしょう。ホームティーチングと家庭訪問は今大会で雄弁に説かれたように、今後ミニスタリングとなります。これは祭り生徒に神に会う用意をさせるものとなるでしょう。第3にエリアはこの真剣事態の結び固めの鍵を託しました。この時代に生を受けている私たちにとって、神殿の数と家族歴史活動の勢いは驚くべきほどに増しています。主の来臨の時に全地はことごとく荒廃するという状態を避けるべく、救い主の再臨の時までこの速度を維持し進めていきます。家族歴史活動は天の恵みである科学技術のおかげで、ここ数年劇的に推し進められてきました。ジェーンおばさんか誰か熱心な親戚がやってくれるだろうと思い込み、神から託されたこの責任に無頓着でいることは賢明とは言えません。ここでジョセフ・フィールディング・スミス大官庁の率直な言葉を紹介しましょう。この大いなる務めを免除される人は誰もいません。使徒であろうと、限りなく謙遜な長老あるいは姉妹であろうと、この義務を果たすよう求められています。場所や名声、教会における奉仕の期間にかかわらず、死者の救いを無視してよいということはならないのです。今や私たちは世界中に神殿を有し、神殿から遠く離れているために支援を必要としている人々を助ける目的で参入支援基金を設けています。個人として私たちは伝道活動、神殿家族歴史活動、そして神とお会いする用意という各分野において自分の努力の度合いを評価する必要があります。義に関して言えば、この世の生涯は神にお会いする用意をする時期です。モルモン書には、個人や民が神の戒めを守らなくなった時に生じる痛ましい結果の事例が数多く書かれています。私が生きてきた間にも、世俗の問題や関心事は取るに足りない些細なものを求めることから、重大な不道徳行為まで一つの極端から別の極端へと揺れ動いてきました。合意を伴わない不道徳な行為が公にされ非難を浴びていますが、それはそれで望ましいことです。そうした合意を伴わない不道徳な行為は神の律法と社会の規範に反しています。しかしながら、神の計画を理解している人々は合意に基づく不道徳な行為にも反対する必要があります。それは罪でもあるからです。世界に向けた家族の宣言では次のように警告しています。定説の律法を犯す人々、伴侶や子供、あるいはその他の人々を虐待する人々は、いつの日か神の御前に立って報告することになります。周囲を見回してみると、どこを見ても邪悪と依存症で荒れすさんでいます。個人として救い主の最後の裁きに本当に関心を持つのなら、私たちは悔い改めを求める必要があります。多くの人々がもはや神に報告する義務を感じなくなったり、導きを求めて聖文や預言者に心を向けなくなっている状態を私は懸念しています。もし私たちが一つの社会として罪の結果について深く考えるようになれば、ポルノグラフィーや女性を物扱いすることに対する大規模な公の反対運動が起こることでしょう。モルモン書においてアルマが息子のコリアントンに言ったように、悪事は決して幸福を生じたことがないのです。一致に関して言えば、救い主はもしあなた方が一つでなければ、あなた方は私のものではないと言われました。私たちは争いの心は悪魔から来るものであることを知っています。現在では聖典で言われている一致の原則が大きく損なわれ、多くの人々が個別主義を重んじるようになっています。
多くの場合、地位や性別、人種、収入が基準となるものです。多くの国々では、どのような生活を送るかについて人々は大いに分裂しています。権力闘争、特権と抑圧、そして人々を分断する諸問題を強調することが、教育の大きなテーマとなってきました。主の教会では、私たちが従いを教える唯一の文化はイエス・キリストの福音の文化です。私たちが求める一致というのは、救い主やその教えと一つになることです。教会の第一の目的に目を向けると、それは全て主の前に平等であること、またイエス・キリストの福音の文化に従うことが土台となっています。伝道活動に関して言えば、バプテスマを受けるための重大な資格とは、神の前にへり下り、打ち砕かれた心と悔いる霊とを持って進み出ることです。教育、収入、人種、あるいは国籍といった面が考慮されることはありません。それに加えて、宣教師たちは召された場所で謙遜に奉仕します。宣教師たちは地位や将来の職業に向けた準備など、世俗の基準に基づいて奉仕をしようなどとはいささかも考えていません。ただ、心と精力と思いと力を尽くして割り当てられた場で使えるのです。宣教師は同僚を選ぶこともしません。キリストのような特質を伸ばそうと熱心に努めますが、これはイエス・キリストの文化の真髄でもあります。聖典では私たちの最も大切な関係について次のように教えています。救い主は第一の戒めは主なるあなたの神を愛することであり、第二の戒めは自分を愛するようにあなたの隣人を愛することであると教えられました。救い主は後にあらゆる人々が自分の隣人であることを明らかにされました。モルモン書は何々人、何々族、何々層といったものが存在してはならないことを明確に教えています。私たちは一つとなり平等でなければならないのです。神聖な儀式や神から託された責任はこの前提の上に成り立っています。神殿における皆さん自身の経験が私の経験と似たようなものであることを願っています。私がサンフランシスコで日常の世界を離れ、オークランド神殿に到着すると、愛と平安からもたらされる圧倒的な感情を経験しました。それは自分が神やその目的に近づいているという実感から生まれるものでした。私の一番の目的は救いの儀式を受けることでしたが、そうした麗しい感情をもたらす大きな源は神殿の中に広がる平等と一致の精神だったのです。人は皆白い衣を身にまとっています。そこには収入や階級、学歴の差は微塵もありません。私たちは皆神の前にへり下る兄弟姉妹なのです。神聖な結び固めの部屋では永遠の結婚の儀式は誰にとっても同じです。私は最も質素な家の出の夫婦も最も富んだ家の出の夫婦も全く同じ経験をするという点を痛く気に入っています。彼らは同じ型のローブを身にまとい、同じ聖壇に向かい、同じ誓約を交わします。また同じ永遠の真剣の祝福を受けます。こうしたことは主の聖なる宮として、生徒たちの納めた10分の1によって建てられた美しい神殿の中で行われるのです。義と一致、主の前に平等であることに基づいて神から託された責任を果たすことにより、この世において個人の幸福と平安がもたらされ、来るべき世において永遠の命に預かる備えができます。こうして私たちは神にお会いする用意をするのです。私たちは皆さん一人一人が現在どのような状況に置かれているにもかかわらず、ビショップとよく話し合い、神殿推薦状にふさわしいものとなるよう願っています。神殿に参入する備えをしている教会の数が増加していることに私たちは感謝しています。ここ何年にもわたって神殿推薦状を持つふさわしい成人の数が著しい増加傾向にあります。ふさわしい青少年のための限定推薦状の発行数も過去2年間劇的に増えています。核となる忠実な教会員がかつてないほど強くなっているのは明らかです。最後に、神から託された教会の使命を管理している教会の年配の指導者たちが神から助けを受けていることを断言します。こうした導きは御霊から、また時には救い主から直接もたらされることもあります。どちらの霊的な導きも与えられるのです。私はこれまでそうした助けを受けてきたことに感謝しています。ところが導きは主の時にかなって、教えに教え、訓戒に訓戒を加えて与えられます。全能の主が私たちに訓練を施そうと思われる時に与えられるのです。教会全体に関する導きがもたらされるのは主の預言者に対してだけです。私たちは皆この大会を通じて、ラッセル・M・ネルソン大官庁預言者として、また松井聖徒イエス・キリスト教会の大官庁として支持する特権に良くしました。十二使徒たちはネルソン会長の頭に手を置き、ダリン・H・オーク長老が代表してネルソン会長を教会の大官庁として選任し、任命したときに定員会としても個人としても実に意義深い霊的経験をしました。私はネルソン大官庁が予任されていたのであり、これまでの全生涯において私たちの時代の主の預言者となるべく備えられた方であることを証しします。
イエス・キリストの御名により、アーメン。